やっていきたいと思います。消防物弱い。どうもやってます。こんにちは。今日もですね、楽しくボールを蹴っていきたいと思いますよ。またちょっと大阪の方に来ております。ズンさん、ありがとうございます。こちらこそです。ここめちゃくちゃまた綺麗なグラウンドですね。どうやらさっきコーチに聞いたら、まだ張り替えて1年ぐらいしか経ってないらしいんですよ。もうめちゃめちゃ環境いい、今日の高校は金光大阪強豪ですよ。金光大阪ってね、結構毎年強いんですよ。で、またね、またこの人いるんですよ。この人が、こんにちは。もうそろそろ覚えられてる可能性あるよ。皆さん、なにわのアテンダートモレッシブです。トモレッシブお願いします。でもあれでしょ、はい、自称なにわのアテンダーでしょ。自称っす、はい、うん、あの自称の人っていう感じでしょ。だからもう自称っすね。でも自称最強ボスよく考えたら俺も自称だったわ。今日も何呼んでくれたの、ここ。今日、はい、呼ばしてもらいました。コーチかなんかが先輩かなんか。あ、そうです、そうです。僕の同い年にジュビロ磐田とかジェフ市原に活躍した中村大輔っていうサッカー選手がいて、はい、それの出身校なんですよ。で、今後大阪ってワールドカップでも活躍した森田選手の母校でもあるんですよ、はいはいはい。あ、そうなんです。あれ、ごつい森田さん、ね、そうさっきのキャプテンもごつかったもん。盛り上がってる。練習試合中ですね。ああ、そうだね。練習試合中で、練習試合中だったわ。点取ってた。金光大阪があれですよ。プリンスリーグ2部で結構強豪校なんで。あ、まあちょっと僕も7、8回抜かれて、あ、もうこれちょっと無理だみたいにならないように頑張りますよ。よし、やっていきます。はい、皆さんこんにちは。ちょっと今日は皆さんとサッカーできるということで楽しみにしてきました。僕のこと知ってる人。ありがとうございます。あの、僕のことを余裕で抜けると思う人。ちょっとやりなしに。一人だけ上げて。骨折してる人。一人だけ上げて。で、ちょっと、で、突っ込んでください。ちょっと、いける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 。で、突っ込み入れるから。オッケー。僕のことを知ってる人。あ、ありがとうございます。じゃあ僕のことを余裕で抜けるぞ。いやいや、ちょっと待って。君骨折してるよね。それで抜けろ。え、どう抜くか。いや、これ編集で面白くテロップつける。当たります。武器使えよ。パワーいい。武器をミュージックでごまかすかお願いします。キャプテンをちょっと紹介したいと思います。はい、はい、はい、どうぞ。キャプテン、自己紹介を。金光大阪出身の永瀬亮です。お願いします。ごつくない？いや、でかいっす。ないけどやばいっす。筋トレしてるでしょ。いや、そんなことしてないっす。中学校からこのごつい。ポテンシャルね、はい、ポテンシャルタイプね。ポジション、ポジションはセンターバックです。あ、なるほどね、はい、確かにディフェンスっぽいわ、体つきがね。金光大阪って結構さ、ドリブラーが多いって聞いたんだけど。今年はドリブラーが多くて、能力も高いと。え、3年 ?3 年です。あ、自分の代は結構強いんだじゃん。はい。ちょっと今日は楽しみですね。楽しみです。じゃあちょっと頑張っていきたいと思います。それでは今日の僕の味方ですよ。自己紹介をお願いします。金光大阪、望月大河です。雰囲気あるわ。ある。今日は俺の味方だからさ。あれ全員敵ね。あれ敵だから。俺のさ、1対1ってさ、セービングっていうよりも、この出るタイミングとか、マジ重要だから、1対1得意。得意っすね。あ、来た。前に出るタイプ、マジで必要だから。これね、俺が抜かれても全部止めれば、全部止めなくてもプレゼントあるから。だからちょっと頑張ってやって、行きましょう。3年の勝田亮です。消防物弱い。3年の上田虎太郎です。頑張ります。はい。2番いいよ。あれがいいよ。2年の矢野陸です。お願いします。スパイクチャレンジ3人目。はい。
島由紀です。頑張ります。じゃあ4人目挑戦。はい、ナイス、この連携いいね。3年花丸です。絶対勝ちます。5人目、はい、行ける。また抜きシュート。3年の岡田龍馬です。頑張ります。6人目、はい、悔しい。やっぱ切り替え早いわ。3年の北村龍太です。頑張ります。じゃあ行きます。7人目、はい、いいよ。2年の西原優馬です。勝ちます。じゃあ行きます。8本目、どうも村尾優馬です。3年です。いきます。やってます。9人目、はい、じゃあ3年の飯野大河です。やってます。じゃあ10人目、はい、ナーテルです。頑張ります。じゃあ11人目、はい、大好き。3年志村聡です。頑張ります。12人目、はい、3年の紫です。最後もらいます。13人目、3年原龍馬です。今後の勝負も鈴木誠です。14人目、はい、負け方切ない。これラストですね。15人、こんにちは。残念の山形響きです。やっていきたいと思います。俺に負けるわけにはいかないよ。15人目、はい、15人終わった。あ、終わったら抜いた人2人をもう一回切ってくれ。お前はアグレもうミドル打ちます。もらったらかわして打ちます。じゃあ、ゴリグラチャレンジ1本目、はい、じゃあ、ゴリグラチャレンジ1本目、はい、うわ
出るタイミングめっちゃ良かったわ。もう一回望月太陽です。望月名前がかっこいいわ。すごい、いきます。これやるチャレンジ、はい。と言ってもキーパーね、もうキーパー、望月キーパー、今日はね、はい、彼にプレゼントをお渡ししたいと思いますよ、はい、ナイスキーパーだったね。ナイスです、お前素晴らしかったです。でもみんなね、あ、来たね、絶対流行るやん、はい、まあちょっといろんなね、高校とか大学とかまた行って、はい、楽しくボール蹴っていきたいと思いますんで、はい、今日はありがとうございました。